こんにちは、川原田優香です。皆さんは民生委員、児童委員を知っていますか？少子化などで地域のつながりが少しずつ薄まっていく中、高齢者や障害のある方や子育てや介護をしている方などが周りに相談できず孤立してしまう、一人で悩んでしまうというケースが多くあります。様々な方のご自宅へ訪問などをしているそうです。今日はそんな鹿児島市の民生委員さんが一堂に集まって研修を行っているということで、喜入セントラルクリニックにお邪魔させていただきました。福祉のラジオ、この番組は就労継続支援 B 型事業所小春日和、介護のコンフィアンス、介護施設紹介センターかごさぽ、就労継続支援 B 型事業所みんなのおうちの提供でお送りします。お話を伺いますのは民生委員の松本地区田原丸さんです。よろしくお願いします。はい、こんにちは。今日は何名でいらっしゃったんですかね？今日は鹿児島市に民生委員児童委員協議会が50地区あります。その代表者がですね、今日見えて研修に来ています。こうして皆さんで研修で様々なところ行かれたりされるんですね。そうですね、老人福祉とか、それは児童福祉とか障害者福祉、それぞれ分けて分担して研修を進めています。皆さん民生委員ということなんですが、名前は聞いたことがあるよって方多いと思いますが、民生委員ってどんなことをされていらっしゃるんですか？民生委員はですね、厚生労働大臣から委嘱を受けて、各地区の自分たちの持ち分の地区の寝たきり高齢者とか、あるいは独居老人とかですね、あるいは障害者の方々、こういう方々を含めて、福祉全般にわたってですね、支援活動を行っています。いろいろな制度に基づくものについてはですね、行政とのつなぎ役として活動をしているところです。本当、地域に民生委員の皆さんがいらっしゃるから助かるっていう声も多くあるんじゃないですか？これは大変ですね。特に高齢者を一人残してですね、県外にいるとか、そういう家庭もありますので、非常にこの喜ばれている活動の一つだと思っています。具体的にはどんなことをされてるんですか？特に見守り活動が中心でして、それぞれ地区全体でですね、地域の方々も含めて、やっぱり民生委員が指導的な立場で見守り活動をして、毎日に備えたこと等の行政等へとか、あるいは包括支援センターへとかですね、そういうつなぎ役をして、一人でも元気に長生きできる地域の支援作りというのをやっています。松本地区に田原丸さんいたら、そりゃ助かりますわ。皆さんお元気ですかとか、皆さん今日はどうねっていうお話されたりされるんですね。そうですね、各地区にですね、高齢者サロン活動とか、はい、いろいろどこもやってますので、なるべくそういうところにですね、参加できる高齢者の方々への支援、つなぎ役もしています。声をかけたりもされてるんですね。そうです。なんで民生委員になろうって思ったんですか？まあ、前任者からのお願いもありましたけれども、行政におりましたので、福祉業務が長かったものですから、それらはやっぱり関連があってですね、民生になったところです。じゃあ今までの知識を生かして、地域のヒーローでいらっしゃるわけですね。まあ、ヒーローではございませんけれども、やっぱりこの行政時代にですね、ためになった分が今生かされているなというふうに感じております。かっこいいですね。やっていてよかったなって思う時、どんな時ですか？家族なり身内からもですね、非常にこの感謝された時が一番嬉しいですね。ここで女性の民生委員の皆さんにも聞いてみましょう。民生委員のやりがいってどんなところですか？生まれてから死ぬまでの対応ですけど、ありがとうねって言われるのが一番嬉しいです。やっていてよかったなと思いますか？ですね、最初なんで吹きくれたんだろうっていう思いがすごくあったんですけど、こう回ってても間に合ってますとか、
いいですとかこう門前払いを加えてたんですけど、何年かするうちにやはり心が見えて入院します、退院しますって言って報告が来た時に、あ、自分が行ってて回っててよかったなって、すごく自分がちょっと安心っていうか、何年かしたらたまには上がらんねって感じで、それがもう聞けたら心がちょっと通じ合ったかなっていうのがすごく自分にはあって、民生委員はもう玄関までですっていうふうに丁寧にお断りはしてるんですけど、なんかそういうのにやっぱり、あ、やっててよかった、よかったんだって自分が安心するって感じで、でまたこんなして民生委員同士でコミュニケーションが取れて、いろんな情報で自分が勉強になっているので、自分も見てもらうはないといけない年齢になってきているので、だからやっぱその分はやっぱりお友達が増えたり情報が増えたり少しでも勉強できたことがいいのかなって思ってる今日この頃です。言ってもう1年が経ったんですけれど、まさにさっき言われたみたいに、なんで私が他にもいらっしゃるのにとか、やっぱりそんなのがあって、で未だにこう訪問すること自体にもすごく勇気がいって、でちょっと気がかりなんだけどなかなか行けなかったり、でそれで自分でなんで引き受けたんだろうって、もうそればっかりの毎日が今なんですよね。でもこうやってこう皆さんがその各地区でいろんな方とのこう体験とかを聞けて、もう今日は本当にすごくいい勉強になりました。頑張ります。あ、かっこいいです。嬉しい言葉を聞かれたらまたそこに行きたいですもんね。足が動くんですね。田原丸さん、本当に素敵な活動ですね。そうですね、まあ、そう思ってですね、まあ、非常にこの民生になり手が今おりませんので、そういう幅広いですね、分野で民生が誕生できればいいなと思っています。本当そうですね。民生の任期が3年なもんですから、来年改選なんです、はい、もう辞められる方も結構いらっしゃいますので、はい、ぜひ後継ぎとしてですね、各地域からですね、新しい民生が誕生してくれることを願っています。田原丸さん、お忙しいと思いますが、これからも頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。皆さんボランティアにもかかわらず本当に優しくて、地域のために何ができるんだろうと考えている姿や頑張られている姿にすごいなと思ったところでした。全国の民生委員、児童委員の皆さん、いつも地域のためにありがとうございます。大変なことも多いと思いますが頑張ってくださいね。福祉のラジオ、この番組は就労継続支援 B 型事業所小春日和、介護のコンフィアンス、介護施設紹介センターかごさぽ、就労継続支援 B 型事業所みんなのおうちの提供でお送りしました。